して白き竜ホワイトドラゴン辰巳梨花です。ダメですよ、冬になっても東京女子プロレスの戦いは続いていきますからね。はい、はい、これはエプロンサッカーボール。はい、そのための手段としていろんな手を尽くしていたっていうところなんですね。はい、あくまでもね、はい、そしてついに正解が見つかったというのが幸様の存在、今自分の道になっちゃってるんですよね。いやでも来ましたやっと、さあ渡辺美優復活です。来ましたよ、このソフトボールで伝えた、耐えて肩が強い、ね、あーた、ジャイアントスイング、すごい、おお、カナディアンだが、そのミサを回して幸様を排除、そして辰巳梨花を呼び込む、このカナディアンの状況からなんだ、なんとカナディアンとツイストオブフェイト、クルーズアカデミー賞かわした、やった、おっしゃ、肩が強い、そしてカノを叩きつける、決めるか、ツイストオブフェイト、辰巳梨花がダメージが残る、だが止まれない、行くしかない、ミサオのためにも私が決める、ミサイルヒップフリーヒット、キング中央勝ちに固めてカウント3、勝ったのは辰巳梨花、新チャンピオンチーム誕生、渡辺美優辰巳梨花の白チームが第6代プリンセスタッグチャンピオンチームに輝きました。渡辺美優を相手に2度目の防衛戦となります。したか、ね、やっぱり同じ対戦してはなんか骨のそういったものが違うと言いますよね。なんか見てわかる通り、この勢い流れに乗って、ね、ここを頑張ってほしいですよね。ハンマースロー切り返して、そう、そして上げたボディスラム、だからそれを覆してほしいですよね。確かにウィンザーから見ればこの子が登場でトップクラスのパワーファイターなのかと、まあ、舐めてかかってもおかしくありませんよね、うん、見た目では ね、 ね、さあそのよしと言って回した、ジャイアントスイング、早い早い、ドッピングハンマー、レーザービーム、効いてる効いてる、もう一度チャレンジ、ティアードロップ、おお、ガッチリと耐え難い、おお、大逆転勝利、渡辺美優が第9代インターナショナルプリンセスチャンピオンとなりました。東京女子プロレスの歴史は山下美優の歴史でもあります。さあゴングです。2024年3月31日両国国技館、お互いまた意識が違うんですよね。この大舞台、やはりプリプリ王座のタイトルマッチで山下に勝ってこそ、本当に山下に勝ったと。まずいぞ、まずい、アティテュード、いや、もしかして、いやもらってしまった、ずっと戦い続いたわけですからね。さあ乗り越えられるか、おお、これおお、バックブレイカー、あらアバランショールド、楽しみで仕方がない、もっとめちゃめちゃテンションが上がってるんだと山下美優、おお、あ、おお、何それ、リバース、リバースジャイアントスイング、うわー、見た、早い、回してる、流れ式で、取り合い、投げっぱなし、リターンクラッシュ、3連発、4連発、5発、お
おかわした。それでも山下は踏ん張る。生かさないミュー、背中にレーザービーム。おそれでもあーそれはいけない。バランスラム、やらせない。レーザービームスカーキック狂気の山下、いやバッティングハンマー、レーザービーム思いを込める。渡辺美優ティアドロップ、抑え込んだ。返せるか山下、返せない、返せない。第13代プリンセス・オブ・プリンセスチャンピオン山下美優、4度目の防衛に失敗。渡辺美優が第14代プリンセス・オブ・プリンセス新チャンピオンとなりました。